なんで打つんだって、うんうん、要はタイミングよ、うんうん、合わせないとしっかりタイミング取って、うん、で そうやって言えるけどもそこまでに作り上げた人たちだから、うんうん、そう簡単じゃないんだけど、うんうん、でも向こうから来るボールに対してどうしようじゃなくて 1,2,3 で打つそういうリズムを自分の中で作るんだって言うんですよ、ね、例えばさっきこうちゃん言ったように、うん、清原選手とか、うんやっぱり入ってた時にいやすごいと思った、うんうんまあ、お父さんと初めて、まあ、自主トレの初日にペアを組んで、うん、ティーを普通さティーをこう正面に打つじゃん、うんうん、清原選手はこっちに打った、うん、あそうなの、うん、初めて見た、うん、お父さんより9つ下だからね、うんうん、それまでずっといろんな選手見てきてるけど、うん、初めてこっちに打たないまっすぐ打たないで、うん、こっちに反対方向にホームランってことそうすごいね、うんバーンったから、うん、でもねインサイドをどんどん攻められるからね、うんうん、だから結構やられたと思うけどね、うんうん、それでもやっぱり500本以上ホームラン打ってるからすごいねすごい現役時代が16年間か、うん、あってで最後に台湾に行ったんでね台湾その入国禁止になった話あのね出る時に、うん、要は台湾と日本はその、うんビザのあれがなかったっていうか、うん、今どうなのかなあの、うん、基本的にあの警察に行ってここで働きますで6ヶ月間がこう出たり入ったりできますでそれが切れたら警察に行って手続きをしなきゃいけない台湾に入ります、うん、で今度仕事やるときは警察に行ってこの期間やりますっていう、うん、それはもうワーキングビザみたいな感じかな、うん、で帰るときにあのそれはちょっと報告してなかったから警察に、うんそれで6ヶ月間はその出たり入ったりできますよって、うん、で今度6ヶ月過ぎるとこれもう手続きしないと出れないっていうことだったので出れないって言われて、うん、いや出してくださいってで最後に、うん、もう二度と入れませんよって言われたから、うん、あ大丈夫ですって言って、うん、台湾にはもう二度と入れないけどみたいなそう言われたから、うん、あ分かりましたって、うん、野球界に戻って、うん、オリックスの一軍のコーチになった時に、うん試合でダイエーホークスとオリックスが台湾に行くもんとなって、うん、入れないって言われてるから、うん、一緒にやってたトレーニングコーチに、うん、俺ちょっと台湾入れないかもしれないからって言ったら台湾空港行きました、うん、長くかかったわけ、うんうん、で後ろにその話したコーチが橘さん入れますかとそしたらお父さんがその台湾を出る時の税関の人だった、うんうん相手がもう入れないよって言った人ねそう、うんうん、そっちが入国する時の、うん、その税関の人なあそうなのじゃあ、うん、あってなったでしょそうそうで、うん、お帰りって言うてあじゃあダメと言われなかったもう入った、うんうん、台湾から帰ってきて4年間サラリーマンやってから1998年に大英北斎、うん、コーチの方が長いんだもんねあ全然長いじゃあコーチで一緒にやってきた中でなんかそのすごかった選手とかってすごいなっていう選手最初ね、あの松中選手と一緒にあの平成の三冠をそう、うん、まあ彼と一緒にやってて、うん、やっぱ飛ばす力あるし、うんうん、あのすごい選手だなと、うん、その回も練習はね、うん、ティーを一球一球ずーっとはい、OK、はい、これはい、これって言いながら1年間に、うん、でもね、実際には、うんいい選手は何も言わなくてもいいんだよ。あ、そうなの。だからここだけ気をつけてくださいねって言って、彼はこう足がこういう折り方するから足の裏を見せるぐらいで1年間やっていきましょうって。うん、最初はまあいろんなことやってたんだけどね。うんうんうん、でそこを1年間やろうってやってて。うん、なんかね自分が記憶する中でまあいろんな選手と会ってきたと思うんだけど、最初に松中選手が家に来て。そう。随分と大きな人だな。バット持ってね。そう。バット持って手袋持って家に来てご飯食べて、それからスイングしてバットと手袋をみんなにプレゼントして帰ってきた。そう。でまた今度来る時また持っていくんで。うん、まあだからあの時もう大英がこう強くなっていく過程で、小久保選手とか松永選手たちがもう主力でいって、その後に川崎選手とか本田選手とかどんどん入ってきて、うん、で松田選手ももちろんね、うん、彼らがこうどんどんで強くなった、うん、で今のホークスがあるような感じがするね、うん、やっぱそこから始まったんだ、うんうん
あとなんかすごい選手。いやだから、中島中村っていう選手はそう、おかりくん。楽しそうにバッティングする。彼らをレギュラーに、土井さんがヘッドコーチされてて、で伊藤監督がこう、ね、私監督で。まあ、おかりくんはこうちょっと骨折しちゃったからね、秋の練習で。だからその時に、中島がとキャッチャーと細川選手、赤田選手っていうのが、チームとしてレギュラーになって、でおかわり君は骨折しちゃったから残念ながらね、でも次の年から試合出て、打つようになって、結構いろんな選手とシーズンやってきたもんね。やってた、非常にいろんな人あって、いろんな思い出作って、あとなんか、うわ、すげえなーみたいな。だから近年だと、大谷選手。だから敵としてやってたから、でピッチャーでも対戦してたし、で2016年かな、ちょうどあんまり投げれない、その時、あのバッティング練習、北海道で見て、こりゃすごいなって、もう左中間にライナーで、ガン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 スタンドに入る、こっち引っ張らないで、あこれあれさっき言った清原選手の逆方向みたいな、そうそうそう、こりゃすごいなと思って、だから久しぶりに、見たって感じ。あ、そう、すごい逆光が。うわ、すごいなと思ったのは、その清原選手以来だったかな。まあ、いろんな人とね、言ったけど、会って見てるけども、ぐわーっと思ったのは、その2016年。大谷選手はやっぱバッティングの方がすごいの？いや、ピッチャーとしてもいいんじゃないの？まあ、今はちょっとよくね、映像でしか見ないから、生で見てないから、だから、日ハムで投げてる時は、やっぱりピッチャーでもよかったね。まあ、とにかくすごいってことだね。そうそうそう。でもさ、どっちかというとバッティングを見てしまうから、バッティング、その2016年に見たバッティング練習はすごかった。さあ、メジャーで40本以上打つっていうのはもうやっぱりすごいことだと思うよ。すごいよね。だって、ここで野球やったんですけど、一応自分の記憶の中で2本。2本打ってんの？本当かよ。でも多分チームメイトに聞いたら、打ってないだろって言われるかもしれないけど。お父さんたちの時代は、30本打ったらやっぱりどっか違う。持ってると、だその12球団って10人打ってるか打ってないかだからね、30本以上打ってる人たちは、最初にレジェンド5人は常に30本以上打って、みんな打ってたの、まあ、そうそうそう、それで余談だけど、野村さんと一緒のチームになったでしょ、土井さんもそうだけど、野村さんが600本、でもうチームメイト田淵浩一さんって、まあ、この方も有名な方で300何十本、お父さん6本しかホームラン打ってなかった。はい。障害ね。え、そうなの？その時ね。めっちゃ少ないじゃん。その時よ。それで、雨で流れたわけよ。その3人がホームラン打ったんだよ。で、野村さんが、俺は600本打ってるから、絶対流れないから大丈夫だって、確かに。田淵さんも300何十本打って、俺も1本もないから、雨で中止になってないから。そしたら6本しか打ってないのに、雨で中止になった。あ、そうなのだから、大した成績残してないけど51本なんでホームラン、本当は52本なんで、それも三塁だとホームランだからね、あ、じゃあいいんだ、そうそう、だからサイクルヒットも狙えるっていうイメージで話してた、ウィキペディアかなんかにさ、雨で中止の1本があるって、いやいや、1本あるそう、名前出てきた人すごい人だけどね600本打ってる人と380本ぐらい打ってるバッターだから、残念、大人6本よ、それで流れるんだから、ショックだったね、ショック、ヒットのが多いね、だからもう全然それはもう800本ぐらいしか打ってないからだけど、まあでもこんなね、大人さんだけど、今年も韓国のサムスンライオンズでコーチやるんだね、そうそうそう、打撃コーチ、打撃コーチ、まあ、一応その現役で韓国のプロ野球でやるってことなんだけど、まあ、どこに行っても頑張ってください。そうそう、もう楽しみです。1月31日に沖縄に行って2月の25日までキャンプやります。立花義家コーチに何か聞きたいこととかあったらコメント欄に書いてください。サムスンライオンズってね、テグにあるんだけど、テグの情報とかもちろんソウルの情報も届けていこうと思います。いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。では次回の動画でまた会いましょう。バイヤー。